はい、どうも皆さんこんばんは、イケポンです。今日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、今日は10月8日の、金曜日です。まあ、6時過ぎですね。はい、で昨日木曜日は、休んでおりました。あと動画編集したりとか、そんな感じでございます。で今日は水曜日にね、まあ、30キロしたんですけど、まあ、その疲れというか左足にちょっと、疲労がだいぶ残っておりますので、まあ、今日は、まあ、ゆっくりジョギングしようかな、60分ぐらい。で、まあ、流しは、まあ、その時の気分次第っていう感じで行こうと思います。はい、本日もお腹はペコペコですけど、ランニング行こうと思います。本日の練習終了しました。はい、本日の練習終了しました。まあ足の方は、まあ、右足はまた、まあ、相変わらず痛くなったり痛くならなかったりっていう感じの繰り返しでしたね。まあ左足の方は、まあ、まあちょっと疲れが痛みに変わりつつあるんで、まあ、あんまり無理はできないなと思いました。まあ本番までには治るケアだと、まあ思うんで、まあ焦らず行こうと思います。はい、でまあ今日も、まあ、集中して走ることはできたんで良かったですね。はい、さあというわけで終わったんで帰ります。はい、今右足アイシングしているところです。はあ、で今日でね、無事というか、まあ YouTube のチャンネル登録者数が2600人いきました。本当ありがとうございます。はい、なかなか険しい道のりですね。はい、うん、まあ僕のね動画って、まあ正直あんまりエンタメ要素もないし、まあ特にこうね役に立つ情報とかも話せるわけでもないので、まあある種僕ってすごく自分で言うのもなんですけど中途半端だなって思うんですよね。うん、特にこれといって特徴なしっていう、まあだから同じサブ3を目指してるけん玉さんとかみやこさんとかね、すごいなと思って、やっぱね、すごいこうエンタメ要素もありながらこうね視聴者さんを楽しませてるなっていう風に見てますね。まあそれはお二方だけじゃなくて他のね、あのランチューバーの方もそうなんですけど、まあね、まあ、どうなんですかね僕の動画ってでも自分と思うんですよ、自分の動画って何がいいんかなとか自分で考えちゃうし、どういったものを見たいんだろうなとか、うん、そういったことを、まあ考えるんですけど、まあただ、まあなんていうか、まあある種これが自分らしさかなと思ったりもするんですよ。こういう動画。まあだから今後も、まあこんな感じですけど応援していただけたら、嬉しいでございます。私の墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、泣いてはかいません。はい、こんばんは、10月9日土曜日でございます。はい、時刻も、6時過ぎです。いつも通り。はい、今日も走りましょう。で、今日はですね、まあ、ちょっとばかし足の疲れも残ってますので、まだ。まあ、そうですね、あんまりペースとか距離とか決めず、まあ、自分が気持ちいいっていう感じで、今日は
終われたらいいかなと思っております。うん、そうですね、そんな感じですね今日は。まあ明日ポイント練習入れるんで、まあ入れるっつってもまあ左足が今ちょっと、まあ、この間の30キロ走か、まあ、それでちょっと、お疲れ気味の反動、痛みを、伴ったので、まああんまり無理はしたくないので、はい、そんな感じでいきましょうかね。しゃあ、そしても眠たい、そして腹が減った。さっきね、チャリ乗ってる人で右手にスマホ持って左手にタバコを持ってる人おったんですけど、もうちょっと忙しすぎん、チャリこきながらタバコとスマホで、もうどっちかにしいや、いやどっちかもわかんねんけど、もうチャリだけにしてって思った。もうしかもライトついてないし、あの今映ってる方向がね、まあ、砂浜の方なんですけど、真っ暗なんですよ。真っ暗をいいことにカップルがまあまあ抱き合ってる。めっちゃ気まずい、なんかその後ろを走るの。家帰ってくれ、頼む、俺のために帰ってくれ、もう俺が俺じゃなくなる、うわーっつって。はい、今日の練習終わりました。まあ距離は10キロ、まあいつも通りという感じですね。はい、まあ、ただね、やっぱ右足か、やっぱなんかおかしいのよな。今日履いてるシューズはナイキフリーランなんですよ、前から履いてるやつなんですけど、なんか走ってるとやっぱりしびれてくるというか、なんやろね。でも脱いだらなんか、とか脱ごうとしたらきつく感じるってことは、別に走るときはそんなきつく結んではないんですよ。ってことは、やっぱ走ってる最中にむくんできてるってことかな。やっぱ疲れてんのかな、右足だいぶ。まあやっぱふくらはぎとかも走ってる時、内側は結構疲れてるというか、ちょっと張り気味だなって思う時があるんで、ちょっと疲れてるんかな、疲労が溜まっててそうなるのか。でもベイパーフライ履いたら痛くならない、しびれない、謎、ものすごい謎。はい、そんなモヤモヤした気持ちでございます。まあまあ、あのレース1週間前はもう正直、あのもう僕ベイパーフライしか履かないんで、はい、そんなつもりでございます。というわけで帰りましょう。今日ね、なんかちょっと気になることがあって、あの夕方、まあ駅のトイレ使おうと思って、で階段を降りてたんですよ。でその入り口に、まあちょっとご年配の方が立ってて、まあおじいちゃんって言ったらいいかな。で、その方がこうスマホをね、こう触ってたんですよ。で、まあ、スマホのなんかこう、なんですか、上にスクロールするのって、まあ、大体まあ、2パターンじゃないですか。2パターンじゃないですか。噛みすぎやね。まあ、大体は、まあ、親指でこうやるのか、まあ、それともこう、人差し指でやるのかじゃないですか。まあ、そのおじいさんも、まあ、人差し指でやってたんですよ。ほんま噛みすぎ。人差し指でやってたんですよね。で、ただ、まあ大体まあみんなこんなんじゃないですか、言うて。だそのおじいさんはもう、ピューン、こうよ。わかります？なんでそんなやんのみたいな。もう、なんかもう伏せてるやんみたいな勢いで。ちょっと待って、もう噛みすぎて、そっちの方が気になった。もう自分で。あかんわ。噛みすぎ。でも、なんかわかりません？ちょっとこう、年齢層高い人って、こうなんか、ちょっとこう、機械の扱いというか、なんかこう、雑というかね、はい。っていう話をしたかったんですよ。いや、したんですけど、なんかその前にも噛みすぎて、びっくりした自分で。あかんな。なんか、いざ話そうと思うと、なんか、緊張してまうわ。はい、そろそろ寝ます。今日僕、動画で言ったっけ？ちょっと覚えてないんですけど、あの金沢マラソンのあの引き換え券みたいな届きました。引き換え券って言い方あれやな。まあ届いて、
僕は D ブロックでしたね。うん、ちょっと後ろの方やなと思いましたね。うん、せめて C ぐらいが良かったけど、だからどういうあれなんですかね。まあでも D でも前の方に行けば問題はないかとは思いますけど、ただあんま長いこと待ちたくないよねっていう、はい、そんな感じです。はい、というわけでおやすみなさい。はい、おはようございます。お休みの日でもね、なんか同じ時間に起きるからもうなんか嫌になるよね。はい、ですね、まあ今日は練習はまあ午後からって感じですね。まあそれまではまあちょっといろいろ自分の用事を、終わらせていこうと思います。うん、はい、今からちょっと用事で、神戸方面の方に、向かいます。にしても暑いな、ほんま10月かよって感じの気温。ただ金沢はどうなんですかね。なんか今のところなんかまあ平均気温とかもまあ見てたら20度前後って感じなんかな。でもマラソンで20度暑いよな多分。うん、もうちょっと涼しくなってほしい。まあでも雨予報やと気温下がるんかなとか思いながら、はい、というわけで行きましょう。はい、あちらに見えるのが、改装工事に入ったポートタワーですね。でもってここよな確か。ここを神戸マラソンの時走ってんよな。うん、その記憶はある。多分一回ここでどっか止まってんねん俺、途中レース周りにもきつすぎて。その記憶だけははっきりと覚えてんねんな。やっぱ人間ってあれよな、幸せな記憶より辛いとかしんどかった記憶の方がやっぱ覚えてるよな。うん、人生ってそういうもんよなやっぱり。うん、私そう思うねんけど皆さんどう思う？やっぱ人生ってやめようか、ちょ頭おかしいやつや。頭おかしいの知ってんねんけど、てかほんまに暑いよ。ただいまお帰りっていうわけで帰ってきました。はい、まあ3時38分ですね。はい、まあいろいろと用事を済ませて帰ってきました。腹減った、昼飯ちょっと食えてないんですよね。でも走りに行こうかなと思います。まあそうですね、もうちょっとしてから行こうか、暑いし。はい、ちょっと水分補給だけしっかりして、で今日はスピード練習の方入れていこうと思います。はい、今から、練習に向かっております。はい、今日はまあいつも通りというか、垂水の渚の池で走るんですけど、ちょっと車が多いですね、出入りが。ちょっと前までね、その渚の池って場所は緊急事態宣言中はその車が入れなかったんですよ。もうだから本当にこう地元の住んでる人だけしかまあ来なかったというか、そんな感じなんですけど、車が多いな、やっぱり人多そうやな、困っちゃうわね。はい、本日使用するシューズはレースで使うシューズを使います。それはこちらです。はい、ベイパーフライです。うん、この何ベイパーフライなんていうの、2って言ったらいいかな、わからんけど。はい、今日はこちらを履きます。まあ、このシューズ自体は、まあ、結構前に買ってて、まあ次出るレースで、使おうと思って、まあ、それまで1回も、走っておりません、この靴で。はい、今日が、初履きですね。はい、さあというわけで、まあ、ウォーミングアップしてから走ろうと思います。で今日はちょっとまあそうですね、メニューの方ちょっと悩んでます。まあ足の負担もあるので今、まあ、なので3000日本か、2000×3本、まあ、もしくはまあそれよりちょっと少なめでもいいかなと思っております。はい、では今日の練習スタートします。よーい、スタート。
はい、1本目終了です。まあ、距離は2キロですね。よし、もう1本行きますか。はい、では2000の2本目行こうと思います。いやー、暑すぎんよ。はい、というわけで行きましょう。用意スタート。はい、終了。はい、今日の練習終わりました。まあ、ほんまもう一本行こうかなと思ってたんですけど、まあ足の調子もあるんで、あんまり今は欲張らず行こうと思います。まあ、足を治す方優先で、はい、行こうと思います。で、まあやっぱね、サラピンはいいね。反発力がすごいわ、クッション性と。まあただその分硬いから、ちょっとまだお尻とかその辺に来る感じはありますけど、まあまあまあ徐々に履いていって慣らしていこうと思います。どれぐらいまで慣らすのがベストなんかな。20キロぐらい、10キロ、20キロだと行き過ぎかな。10キロぐらいかな。いや、分からへんな。またその辺のコメントがあればよろしくお願いします。はい、んで今からね、帰ってまた動画編集やら、ちょっとまあいろいろ自分のことやらないといけないんで、今日はここで終わりたいなと思います。最後まで動画見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter、インスタもやってますんでよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。